こんにちは。私の名前はイサベル・ユリコ・ステンセル・バーンズです。そして私はアナベル・マリコ・ステンセルです。イサベルとアナベルは日本人の母親とドイツ人の父親を持つ37歳の双子の姉妹であり、本の著者、医療専門家、そして膵嚢胞繊維症の患者でもあります。10月8日、安部光俊さんとともにチャリティーコンサートを行います。2人とも命は肺移植によって救われました。私たちは10月に日本を訪問し、肺移植を自ら経験した私たちの視点を皆さんにお話しすることで、臓器移植の素晴らしさをお伝えしたいと考えています。皆さんとお会いするのを楽しみにしています。